はい、どうもこんにちは、しのぶです。今回は、ティアニ駆逐艦の、若竹を使っていきたいと思います。まあ、若竹旧駆逐艦ってことになるのかな。まあ、駆逐艦非常にサイズがちっちゃいん でしかもね、この若竹、連装魚雷発射艦が2機2門、2本魚雷が入ってるのが、まあ、2機あると。つまり4本の魚雷をまあ同時発射できるってことなんですけど、そうですね、まあ駆逐艦、ですね、このゲーム現状の状況だとかなりね突中が多いので、駆逐艦で突貫していくとあっという間に発見され蜂の巣にされて、終わります。見てもらえば分かるんですけど、7000、このちっちゃい船体ですね。で、7300というこの、耐久値非常にちっちゃいので、まあ、あんまり突っ込んでくるのは危険ですね。ただし、このビッグレースっていうこのマップはですね、非常に入り組んでいまして、まあ、魚雷を持ってるこの若竹の小回りを効くこの感じを生かして、ちょっと戦えるんじゃないかなと思います。で、このエンジンブーストっていうのが駆逐艦はついてて、まあ、加速できるんですね。で、駆逐艦の主な役割っていうのは偵察と戦艦への攻撃、あと煙幕の展開で撹乱するとか、があるので、おっと、いきなり巡洋艦があるんですよ。一番会いたくないやつになっちゃった。巡洋艦に一番会いたくないですね。天敵ですから、ね、とりあえず魚雷を撒いて逃げます。こういう場合は煙幕を展開して逃げると撃たれないで済みます。発煙装置始動。この煙幕射撃といって、煙幕を展開した状態で射撃すると敵にバレずに、まあ、ある程度一定の距離までですけど、まあ、攻撃できます。これ結構ね重要テクニック。今発見されずにね、魚雷、手法射撃ができるという。で、戦艦1隻と巡洋艦1隻はこちらにまっすぐ向かってくるので、これ恐ろしい状況ですね。で、オライオンが、オライオン戦艦が突っ込んでくるので、ちょっとあれ狙って接近戦インファイトを仕掛けていきたいと思います。まず魚雷2本発射して、リロードが30秒後に終わるので、それまで一回退避。で、その次は、左にいる、このオライオンですね。オリオンかな？オライオンかな？にちょっと狙って、突貫していきます。はい、ここで魚雷に切り替えて、もう相手の手法はこっちに向きませんから、遅いので、戦艦の主砲旋回は。魚雷一本命中したな。はい、これでもう魚雷撃ってきます。これで戦艦を、一撃で。よし。敵戦艦撃沈。我が軍が優勢になりました。さあ、次はね、この反対側にいるオライオンですね。オライオン戦艦をまた狙っていきたいと思います。接近戦にはね、戦艦非常に弱いんですね。主砲の旋回が遅いので、私みたいなこの小型の駆逐艦に対応できないんですね。で、取り舵を切っていると思われるので、うわー、味方がやられた。でも魚雷刺さるな。オッケー。これ味方と共闘して魚雷が刺さって撃沈。オッケー。さあ、次アーカンソーですね。アーカンソーと味方の戦艦がインファイトしているので、まあこれは、このマップを見てもらうと分かり、あ、座礁しそうだな。左から行きます。ちょっと座礁しそうなので、相手の手法は右側を向いてると思うので、左側からね、私が出てったら多分対応できないんじゃないかな。どうだろう。対応できるかな。この予測線に沿って魚雷を発射します。多分ね、回避するために前進すると思うんで、前にも撃ちました。
うーん、オッケー。戦艦も撃沈。まあ、こんな感じでね、やっぱ日本駆逐艦のこの魚雷攻撃、非常に強力ですね。戦艦、まあ、3隻に対して、魚雷11本命中。で、撃沈2。まあ、1隻はね、大打撃を与えたものの、まあ、味方がしっかりと撃沈してくれたので、まあ、私も助かりましたね。さあ、で、残りのミッションというと、まあ、占領ですね。相手の拠点を、隠蔽距離が短いので、なかなか敵に見つかりにくいんですね、距離が。戦艦とかはね、10キロぐらいから発見されちゃうんですけど、駆逐艦はね、結構短い距離まで発見されずに、まあ、やれるので、このまま占領に入りたいと思います。状況も拮抗しているので、うん、あまりいい状況とも言えないので、でこの上の多分マップの青い線が、いわゆる隠蔽距離といって、この距離以内に入られなければ発見されない距離になってますね。で、あのフェニックスはもう瀕死なので、私がじゃあ手法で沈めてあげましょう。あ、味方がやってくれた。 OKOK となるともうほぼ勝ちが確定なので、石槌に対しても魚雷攻撃仕掛けていこうかな。でもこれ味方が沈めちゃうかな。さあ、じゃあまたね、この魚雷の発射管のラインなんですけど、これがまあ白いラインが予測線ですね。固定されてるラインが、このラインに打てば相手がこのままの航路で行ったら、まあ、魚雷が命中するよといったのを示してくれています。まあ、基本的に相手が直進している場合は予測線に打ったら、まあ、予測線に打ったら、その手前に打っておくと、まあ、命中する可能性が高いですね。これはもう相手体力ないので手法で撃沈狙っていきましょう。燃えた。火災でこれ落ちるんじゃないか。 OK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 。敵戦艦撃沈しました。さあ、残るはね、敵の戦艦1隻。まあ、この状況見てもらえば分かるんですけど、これ占領してもいいし全艦撃沈してもいいんですけど、まあ、これは全艦撃沈していいでしょう。相手も体力ないし、うん、終わりだな。 OKOKOK。 まあ、駆逐艦ね、こんな感じで戦艦にね、インファイト仕掛けていく、もうめちゃくちゃ楽しいんで、あんまりね、初手で出すぎて速攻で撃沈されないようにすれば、うん、戦艦がね、やっぱこれから多くなっていくと思うんですよ。戦艦人気なので、駆逐艦がね、かなり活躍できる機会が多いと思います。まあ、こんな感じで潜水艦の使い方、まあ、言うほど解説できたかは分かりませんけど、まあこれにて終了ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、ちなみに結果は、まあ、こんな感じ。